お、そう、潜った。あ、潜られた。釣れた。来た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 。さあ、皆さん何が来るんでしょうか。何かいますよ、何かいますよ。お、おっ、皆さん、こいつは驚き。皆さん見てください、これ沖縄の魚のイシミーバイっていう魚ですね。綺麗で美味しそうですね。この調子でここをもっと攻めていきたいと思います。はい、皆さん波もかなり落ち着いていました。見てください、そこら中がもう波一つないという、ベタ波っていうんですかね、そういう状態でございます。魚の活発も今のところはちょっとあまり見られないですね。さあ、どのようにこれを攻略していくのか、これからが正念場です。皆さん見えますでしょうか。これ、あ、やばいですね、近づいてます、危ないですね、危ない、これ危ないですね、これ危機を感じてますね、今。この梅ヘビはあれですね、ハブの10倍と言われるところを持ってるんですね。噛まれたら、あのワンチャン、あの先行ってるぜっていうケースになりかねないですね。はい、皆さん、少し口元が寂しくなってきたので、僕なりの贅沢ですね、皆さん。海の上で、カキピーとノンアルコールビールですね。ノンアルコール、僕はアルコール飲めないんで、ノンアルコールで、まあ、気分を高めたいと思います。海の上、あ、最高です。この泡が皆さんたまらないんです。いただきます。あ、キンキンに冷えてやがる。うまい、悪魔的だ。かあ、うますぎる。唐揚げを買いました。つまみの最大の助っ人ですね。誰かに贅沢が下手だなって言われないようにちゃんと唐揚げも買いましたから。いや、美味しいですね。まさか海の上でノンアルコールビールとこの唐揚げが食べれるなんて誰が思ったでしょうか。皆さん、これは本当に最高です。うまい。336豪遊。皆さん見えますでしょうか。ここにですね、岩があるんですね。岩、こういう岩というのは魚の住処になるので、こういうところを狙っていってもちょっといいのかなと思います。ちょっと一緒に狙いたいと思います。来た、皆さん来ました、来ました。あ、なんだろう、なんだろう、なになに。おっ、そう、潜った。あ、潜られた。でかい。はい、来ました。皆さん見てください、2匹目です。はい、皆さん、この魚はですね、岩と岩との間を好む魚なので、そういうところをちょっと今攻めたんですけど、やっぱり彼が住み着いてましたね。いや、綺麗です。早く食べたい。いや、皆さん、もう結構時間も経ったんで、一旦戻って、また近場でやりたいと思います。やばいですね、波あっち荒れてますね。あっち行ったら大変ですね。これワンチャン次回お盆で会いましょうになりますね。危ないですね。あれに飲まれないように、安全なルート、こういうな波がないところから帰ります。はい、本日の釣果は、イシミイバイ2匹でしたね。まだまだ皆さん、この海には第2第3の資格がいっぱいいると思いますので、またチャレンジの方次回させていただきたいと思います。はい、皆さん、では先ほど釣ったミイバイを2匹さばきたいと思います。皆さん、お分かりいただけるでしょうか。今夜明けでございます。これがぼっちで見る究極の絶景でございます。もうぼっちの僕、これはですね、寂しいんじゃないです、皆さん。これは独り占めですからね。本当に喜ばしいことですね。寂しいことなんてここにはない、そういう感じですね。